皆さん、おはようございます。今日は、もやしと、野菜の、マヨネーズのサラダを作ります。まず、もやしですね。これ、この量で30円です。安いです。まず、もやしを入れます。で、あらかじめ、カッティングしといた、材料ですね。ちょっとお見せしますね。これ、魚肉ソーセージのスティックですね。玉ねぎのスライス。これはわかめ。これはきゅうり。しいたけですね。で、今、季節があれですから、まあ、冬ですけど、この、なめこがありますから。で、この、味とか、その、あれとして、キーマーライムをスライスして加えている。香りのため、出すため、キーマーライムをちょっとスライスして加える。これを一緒にこう、加えます。放り込みます。これですね、大した材料かからないんですよ。実に経済的だと思うんですけど。でですね、ここに辛味として宝爪を少し加えます。ピリ辛味を出すんですね。胡椒でもいいんですけどね、本当はチリペッパーでもいいんですよ。これをちょっと加えます。で、こうレーズンですね。これ入れたら美味しいんですよ。味の感じが。柔らかい甘味が出るんですよ。全然違うんですよ。これ入れると言えないで。これを、こう、適宜入れまして。で、最後にこのマヨネーズですね。自分で作ってもいいですよ。まあ買ってきてもいいんですけど、これをこう入れます。あらかじめチューブからこういう器に容器入れておくのは本当は便利に使えるんですけどね。で、これをこうくるまして、で、これをかき混ぜるだけです。これが美味しい、もやしサラダっていうんですか、マヨネーズであれができるわけですね。今ちょっと、乾かしてみますね。で、ちょっと味見してみます。これで随分の量ができる、できますから、他人での家族では相当、他人での家族では相当食べられるでしょうね。まあ少人数であれば相当持つんじゃないですかね。あとこれをタッパーに入れて冷蔵していけばいいんですけど、いいわけですからね。これで美味しい、あれですよ、海藻も入ったね、もやしベースとした一つのサラダが出来上がるわけですよね。実に栄養的にもバランスされたサラダだと思いますよ。これだけでもね、ご飯は食べられると思いますよ。あと、もしくはイタリアのね、パスタの上に付け合わせとしても優れてると思いますよ、私はね。
実はこうね、手慣れたような感じするでしょ。ところがこれ初めてなんですよね、作るの。私、料理ってのはね、イメージだと思うんですよ。あらかじめ考えてね、その通りを行うと、その通りできるんですよ、いろいろってものはね。皆さんどうですか？そう思いませんか？だからこれから作るときは、それしっかりね、考えてから作ってみた方がいいと思うんですけどね、私はね。あ、ちょっとマヨネーズが足りないんですね。もうちょっと作りますね。今度はどうですかね。こんな感じですね。マイナスの、作り方ね。ちょっと味見してみますね。椎茸も入ってるからね、そういう、椎茸の風味も出てるでしょうね。椎茸は戻しじゃなくて生の使いますけどね、今回ね。ちょっと味見してみますね。で、玉ねぎの辛みもちょっと出ますよ。バッチリですね。元は初めて作ったんですけど、こんなうまくできるとは思いませんでした。皆さんもどうぞお試しあれ。こういうわけで、今夜の料理はこの辺で一応終了しますので、また違った料理の時、ご紹介いたします。では皆さん、今日はこの辺で、さよなら。